も高いです。マインドコントロールという佐藤すぐるさんの、ね、推薦本なんですけど、この中に今ねあなた自身の、ね、お子さん、その子供自体が要するにあまり勉強してくれないと、で勉強しろよって言ってもしないわ、成績を見たらどんどん落ちてってるわみたいな、そういうふうに悩んでる人はね、まあ、特にね読んだ方がいい本だと思うんですけど、ちょっと読みますね。今勉強しないと後悔するぞと決めつけた言い方をすると、大抵は強い反発心を呼び起こすだけで行動の変化にはつながらない。同じことを言うのでも、今勉強しないと後悔するかもしれないよと結論を押し付けない言い方をした方が、抵抗が減り心に波紋が引き起こす力を持つ。例えば勉強しないと大学に落ちるぞと脅かすよりも、頑張れば A 大に合格できるかもなとボソッとつぶやいた方が、言葉自体に対する抵抗や反発はずっと小さくなる。控えめな言い方だから、その方が感情的な反発も起きないので心にすっと入るのだ。しかもこの言葉の言外の意味としては、今のままでは A 大には合格できないということが似合わされている。こうした間接的で曖昧な言い方の方が無意識のまで届くのである。特別何も変わっているわけではないように見えて、そのうちその子は前よりも熱心に勉強を取り組み始めるかもしれない。行動が変わり始めるのだ。これが無意識レベルに働きかけるということなんだっていうことなんですけど、そう、私は知ってる範囲は、私は勉強を強制されたわけですよ。で逆に強制されずに遊んでいいよみたいな感じで、結構自由奔放にやらされてたからね、そういう家庭環境に育った子っていうのは、まあ普通と比べて勉強するしてるみたいですよ。本当に将来への不安っていうのもあるだろうし、まあ、やんなきゃなっていう、もう勉強への抵抗というよりも勉強しなきゃまずいよなみたいな感じの状況を自分自身で感じ、肌で感じる。だから自然とやっちゃうっていう話もあるしね。だからまずはただ押し付けるのはなくって、こういう本を読んだ上でどういうふうに言葉をかけながら子供はやるのかなとか、そういうふうに考えた方がまずはね、あなたのお子さんのためにもね、あるし、あなた自身のためにもね、言葉を発するってことは、その精神性の潜在意識レベルに働きかけるっていう重要な意味を含めて、こういう本を読んだ方がね、あなた自身の成長になるので、読んでみてください。それでは。